皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。プロモデラーの超徳吉高でございます。ここ数回来ておりましたコメント返しというか、コメントに対するアンサー的な感じですけども、電車って言っちゃダメなのね。ピンとこなくてね、超徳の中では汽車おわ電車みたいなね、そういう両巨頭として電車っていう、こうざっくりフォルダで考えてたんだけど、詳しい人からすると違和感があるワードだったってことで、極力変えます。極力まあ機関車って言ったりとか EF66 って言ったりとかするけども、もしまた言っちゃったらもうそればっかりはね、もう作りながら流れでポロって喋っちゃうんで、もし言っちゃったらごめんなさい。まあ今回の動画ね、まあもちろんね、その詳しい方から見てもう大丈夫な動画にもちろんしたいけども、電車自体は昔 N ゲージとかで触れていて好きだよとね、電車っていいなーっていうぐらいの好きな自分が、詳しくないながらにもキットに触れて、こう、ああこうか、こういう風になってんのかみたいなところからの楽しく作ろうぜ動画なんで、詳しくなさに関してはね、まあ本をね買い揃えて資料を読み込み、にわかとはいえ知識をつけて付け焼き場もできんことはないと思うんだけど、まあ、あえてね、ありのまま行かせてください。そこはすいません。なんで、まあ、一旦二旦、とかね、わかんないことやっぱり聞いて、コメントで来てもらって、あ、なるほどね、みたいな、その、何、交流というかさ、進化していきたいじゃない？なんで、まあ、そこはね、なんとかしたいとは思うんだけども、あんま怒んないで、ね、よろしくお願いします。はい。というわけで、今日は、今回は、工程番号61番、連結するとこね、この、こう、ね、電車がこう、ガチンとね、なるとこですよね、これね。ここを作っていこうってことで、まあ、台車から離れて、ね、フレームに移りって感じでしたけども、そこのところを作っていこうということで、今回、取り出したるは、こちら。イーランナーね、青さが眩しいイーランナーですよね。であれですね、台車のところでちょこっと登場したね、青ね、青いランナー、イーランナーですけども、あれだね、これ連結するところのパーツもイーランナーなんだね。はい、今回からですね、手元カメラがですね、こんな形で、はい、割と真上から映すよっていう感じになったので、より、物が見せやすくなったんじゃないかなと思いますけどもね、そこら辺も皆さんからの、ね、コメントもお待ちしております。はい、こう光に当てた時にね、こうやったらこう面が綺麗に見えるじゃないですか。で、処理してない方はこういう風にね、こう光に当てたらこう明らかに、まあ真ん中で割ってるなーって感じもするし、こう中央がちょっとこうツンとこう角っぽくなってるっていうかね、とんがってる感じになるので、まずはね、この、目立っているゲートのところを金ヤスリでシュッシュッシュッと処理しながら簡単に整えて、で軽く慣らしてあげてからカッターでこうね、カンナ掛けですよ。カッターでこういう風に刃を滑らせてね。刃をこうやって滑らしてカンナ掛けしてあげて。やっていくとね、こうやって、はい、何回か刃を滑らせるだけで、こういう風にね、平面出ますんで。で、最終的に、ヤスリ傷とかカッターのね、カンナ掛けの傷みたいなものがね、目立つなとか気になるなって場合は、最終的に、番手の細かいサンドペーパーなり、スポンジヤスリなりをね、当ててあげれば、より完璧です。で、今回の工程番号61番の、紐としてはですね、接着するとことしないところが、パーツによってまちまちであると。ここは接着していいけど、ここは接着しないでね、みたいな箇所があるんで、ここを間違えずにやらないと、また稼働するところが稼働しなくなったりとかっていう羽目になるんだなと、ね、いうとこなので、
ね、この大きなパーツが E の202、202、ここに E の204がこういう形でね、この突起、ここにね、突起がありますけど、この突起とこのパーツのね、穴の部分がぴったり合うよっていう形で、ここでくっつきます。これは接着しましょうってことなんで、E の202と204をまず接着ですね。これはまずつけてしまいましょう。はい。で、E の205。はい、続いて E の205ですけども、この穴開いてるのわかるかな？ほら、この穴開いてるじゃないですか。この穴と、この E の205の穴が対応してるっぽいんですよね、ここでね。ここでね、こう、対応してるみたいなんで、これを中に入れて、で、入れた状態で、E の210、この、杭状のもの、棒状のもので、貫通させて、あ、入ったね。貫通させて、はい。で、ここを接着せずと。接着させないから、ここが、こう、ね、動きますよと。で、こうなってるところにガッチャンと、ガッチャンと、なるよってことかね。はい。これで、一組完成。ね、同様にもう一組いきます。うん、はい。これでこっち側も、もう一つも動きます。これで OK だね。まずはこれで OK なんだけど、そしてさらにパーツがくっつきます。はい、ここ。ここ。ここの、はい、ここの凹みの部分に、この、パイプのこの、この裏側にね、突起があるんですよ。ここに。これがね、カチッと合いますね。でいいね。で、裏からもくっつきますよってことで、ちゃんとこう浮いた感じに仕上がるっていうのは素晴らしい。こっち向きですね。こうですね。はい。ね、とりあえずはこの形になりましたね。まず2つですよ。で、ここからさらにここにパーツがくっつくと、はい、こんな具合で2組完成しました。イエーイ。パチ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 。あ、これはもう本当にパチパチしたい。いやー、骨が折れた。骨が折れる作業だった、今回は。ああ、いうわけで、工程番号61番、クリア。ああ、いやあ、細かかった。さっさて、続いてまいりましょう。続いての工程番号62番。ね、次の工程は軽かったらいいな。心の底からそう思います。さあ、続いてはですね、今工程番号61で作り上げた連結器を、もうフレームに合体していこうっていう算段です。ここね、こちら、ね、これにもう、ね、合体していくんだ。で、合体していくにあたって、さらに細かいパーツもくっつきますってことなので、いいランナー、まだまだ青いランナーとのお付き合いが止まりませんね。今回は、219、206、239、223、まあいっぱいありますけど、全部 E ランナーですね。はい、全部青きランナーの中で、型がつくらしいので、まずはね、使うやつ。今回も、まあでも今回も1単2単って書いてあるから、両方ともやっちゃっていいのかな？ってことだね。
パーツの処理が終わったんで、それぞれに取り付けていこうと思うんですけども、はい、こういう形でね、このプターンってなるところのにこの蓋がされる感じだね、このパーツでね。はいはいはい。これでまあある程度動くけどもね、ほらあんまりこうプターンとしすぎないようになるわけだ、これで。あ、しかも この間に入るのか、ここにね。なるほどね、こうなるんだ。でまあこれな、本当に怖いな、いつかいなくなりそうだな、この子。こうだ。おお、まだ青いけど連結器がくっついた。これをもう一組だね。うん、これもう一組だ。はい、こういう形でパーツくっつきました。一端側も二端側も、くっつきましたけども。上に差し込むこのピンみたいなやつはね、怖いんで外しました。これ、チャック付き袋に入れといて、塗装が終わってくっつけるときまで別にしておこう。いうわけで、これで、なんと工程番号62番、完了。よし。よしよし。さあさあさあ、続いて参ろう。工程番号63番。ね、飛ばしますよ。ねえ、工程番号63番はね、なんとね、ついにこのパーツ、ちょっと大きめなこのパーツが登場するんですよ。このパーツね、このパーツ登場するんですけど、これまあ分かる方はピンとくると思うんですけど、黒じゃないんですよ。最終的にPC13、まあ、グレーだよね。グレーになるパーツなんですよ。なんで、これは切り出すんだけど、ちょっとね、接着まだしないでおきます。これ、個別に塗装して、で、グレーで塗ってから、後から貼る形にしようと思うんで、ちょっと、この段階で合体させると、非常にめんどくさいマスキングになると思うんですよ、これ。表も裏もグレーにしたいもんね。そこの手間を考えて、E の212番のパーツは、後からつけるようにします。色塗ってからつけることにします。こういう風にね、くっつくんですよ。こうやってくっついちゃうと、この内側の色塗ったりとかできなくなっちゃうんで、これは別にします。ね、なんで今は、ゲート処理だけ、ね。ゲートの処理だけしてパーツをきれいにして、また来たるべき、ね、合体の時を待ちましょう。それこそね、毎回毎回工程番号何番つって、1からずっと積んできましたけども、多分そろそろね、工程番号何番っていうんじゃなくて、工程番号何番から何番をまとめてやりますみたいな感じで、工程番号何番から何番の、パーツ切り出しとか、パーツ表面処理とかね、下地塗装とかみたいな形で、結構ざっくりざっくりで進めていく形になるかなと思います。とりあえずこういう形で、今入れ込みました。C の260入れ込みました。指示としては接着する指示になっていて、ただね、この丸い輪っかが2個つながってるサイドがどういう形で収まるかがちょっとね、いまいちわかんないんで、一回、このさっき
後で取り付けますって言ったやつをこうやって合わせてみて、後から干渉しないぐらいの位置で接着しようと思います。はい。この状態で流し込んで、固定という形で、はい、くっつけました。で、これを外して、これで C の260番が接着できたので、はい、これにて、ちょっとね、なんか取り付け位置が分かりにくくて混乱しましたけども、固定番号60、65番が完了。ということで、次からの66、67、68あたりがちょっと細かい部分があるので、ね、それは次回からかな。なんで次回は66、67、68ってやるともうね、だいぶ一端側、二端側のこの前面というかね、端っこ側の連結器周りの部分が出来上がって、これで、さらに、そこからはフレームの、下側にくっつくパーツをブロック化したりとか、っていうとこですね。それがくっついたらもう、はい、いよいよ、この先は、本体の組み立てが見えてきたりとか、本体の組み立てはね、組み立てがある程度進んでから塗らなきゃいけないし、あと途中途中に出てくるクリアパーツ、ガラスを入れろみたいなところは全部無視して後からやりますんで、ここもね、部分的に端折りながら、やっていこうと思います。で、本体の組み立てが進めばやっと、運転室、運転台を組み立てるぞっていう形になってくるんで、ここからはまたね、見せどころかなと思います。はい、いうわけで今回は、連結器周りね、またこのね、はい、フレームのパーツ、ね、前と後ろ連結器がくっついてだいぶまた車両っぽくなってきましたね。またね、このパーツね、後からグレーになるパーツに関しては今後もちょっと別でやっていって個別に塗装します。はい。なんで、それが合体するのはまだ先の話ですけども、次回ね、この、車体のこの裏側にくっつく、機材関係を作っていって、どんどん進めていこうと思います。はい。いうわけで、今回の動画はいかがだったでしょうか？やっぱね、細かい。こんだけでかい車体なのに、部分すげえ細かいから、ちょっとね、久しぶりに EF66 の収録ガツンとやるぜと思ったけど、結構ここはくたびれるね。ちょっと難所というか、また一個峠を越したんじゃないかなって気がしますね。いうわけで、今回の動画もいいなと思ったらね、もうちょうど頑張れと思ったらいいねボタンお願いします。そして、トイラジのチャンネルへの登録もよろしくお願いします。はい。いうわけで次回もまだまだちょっと細かそう、細かいのがもうちょっと続いてから一気にね、もうこの EF66 の形が見える、本体に突入すると思いますのでね、引き続きよろしくお願いします。いうわけでお相手は超特吉高でした。それではまた。